はい、どうぞ。失礼します。こんにちは、先生。はい、こんにちは。私の名前は、ミラソさんと申します。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ミラソさんですね。はい。はい、ミラソさんですね。はい、ミお願いします。はい。私の名前は、ミラソさんです。23歳です。誕生日は2001年の1月1日です。 住みは作家をすることです。学科のノーションデに住んでいます。サンジャパニスケニーさんから日本語を勉強しています。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。あなたの著書とお楽書を教えてください。はい。私の著書は忍耐流と新しいことに挑戦する意志の力です。私の楽書は仕事に真面目なところです。はい、わかりました。あなたの最後学歴は何ですか、uh, ?2020 年の 高校卒業しますかわかりました。えっと、あなたの青年日ってください。2001年の1月1日です。年齢はいくつですか ?23 歳です。23歳ですね。はい。えっと、来年、あなたは何歳になりますか ?24 歳になります。なります。あなたの将来の夢は何ですかアイテンジニアになりたいです。わかりました。あなたは今、バングラデシュで何をしていますか Uh, yeah, 日本語を勉強しています。日本語を勉強していますね。どこで日本語を勉強されてるんですか、uh, サンジャパニストレーニングセンターで日本語を勉強しています。あなたは、えっ、ー、と、どのくらいサンジャパニストレーニングセンターで日本語を勉強しましたか、uh, ?6 ヶ月ぐらい。日本語始めたのはいつですか去年の3月から,からですね。からです。か どんな教科書で日本語を勉強しましたかみんなの日本語です。みんなの日本語。あなたは日本語能力試験外しましたかはい。ありました。いつ JLPT を受けましたかはい、受けました。いつ受けましたか去年の12月。十二月ね。わかりました。えっと、あなたは日本に えっと、友達や親戚、知り合いがいますかいえ、いません、ね。あなたはどうして日本に行きたいですか勉強しに行きたいです。あなたはなぜ他の国なしで日本に留学しようと思ったんですか日本は平和と安全な国です。日本人は親切な人です。日本の勉強方はとてもいいです。日本の学校費用は他の国より安いですから、日本に学校 留学したいです。えっと、日本の大学で何を勉強したいんですかえ、IT エンジニアになりたいです。わかりました。えっと、IT エンジニアを出業したら、次どうしたいですか国へ帰って日本の会社で働きたいです。わかりました。あなたの保守人は誰でしょうか母です。あ、お母さんは何をされてるんですか母です。 何をしていますか商売、いや、商売をしています。どんな商売をしていますか僕の商売をしています。どこで商売をしていますかだ,だからの農シで商売をしています。日本について何か知りますか日本は平和単純な国です。日本人は親切な人です。日本の外の名前は東京です。東京は綺麗な賑やかな街です。富士山は一番高い山です。 桜花は綺麗な花です。あなたは日本に旅行したことがありますかいえ、ありません。ありません。日本に行ったらどこに住みたいですかいや、岡山の学校の寮に住みたいですでした。あなたはどうして岡山へ行きたいですか岡山は素晴らしい町ですいや。前に海があって、後ろに山がありますから、岡山の景色はとても綺麗ですから、岡山へ行きたいです。行きたいですね。 日本料理好きですかはい、好きです。はい、日本が好きですかはい、好きです。はい、好きですね。日本で何が好きですかアニメと文化が好きです。アニメと文化が好きですね。はい、えっと、どんなアニメ見るのが好きですかドリモンとナルト、デートノトなどです。ですね。文化について知りますかいえ、知りません。知りな、知らないですね。わかりました。バングラデシュの外の名前は何ですかダッカです。ダッカはどんな街ですかダッカは 綺麗な賑やかな街です。賑やかな街ですね。日本の首都の名前は何ですか時代です。東京,です東京はどんな街ですか東東京は綺麗な賑やかな街です。日本に行ったら一番楽しみな言葉何ですか。急遽へ行きたいです。急遽でおらと神社を見たいです。ですね、バングラデシュの推定どう思いますかバングラデシュは平和と安ャな国です。バングラデシュ人は親切な人です。バングラデシュの首都の名前はダッカです。ダッカは綺麗な賑やかな街です。わかりました。 えっと、バングラデシュの有名なところはどこですかいえ、あります、ね。はい、えー、っと、最近、いつ行きましたかえー、9年の3月から。3月行きましたね。誰と行きましたか、えー、友達と行きました。わかりました。えっと、どうしてコクスバザルは有名なところですかえー、バングラデシュでコクスバザルは素晴らしいところです。コクスバザルの景色はとてもきれいです。それから世界で一番長い海がありますから、コクスバザルは 有名なところです。はい、わかりました。今日は何月何日ですか今日は4月18日です。明日は何月何日ですか明日は4月15日です。昨日は何月何日でしたか ?4 月17日です。明日。今日は何曜日ですか今日は木曜日です。木曜日ですね。今日の天気はどうですか晴れです。明日の天気はどうだと思いますか晴れです。 晴れだと思いますね。なりました。あなたの初期は何ですかあ、エンジニアになりたいです。初期は <Yes, S 1> どあなたの初期は何ですかイスラムです。食べられないものがありますかはい、あります、ね。あなたの体に入れ準みがありますかいえ、あります、ね。いつ日本に行きたいですか日本のビザがもらえば、そこにでも行きたいです。行きたいですね。飛行機のチケットも買いましたかいえ、まだ買っていません。予約しました。誰が予約しましたか 自分でい予約しました。どうやって予約しましたかインターネットでい予約しました。はい、面接は以上です。ありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。